こんにちは、ケイトに引いてこう。10連で出ますね、ケイトは。こんなにニコニコしてる方は10連で出てくれなきゃニコニコ詐欺になるからね。だってさ、あれじゃない？みんな、レストランとかさ、なんかさ、接待するときに、ニコニコの人ってさ、なんかおごってくれるのかなって思わせといて、おごってくれないみたいなパターンだったら、人間性疑うでしょ？でも、ニコニコしながらおごってくれる人は、まあ、あれだね。当たり前じゃんって思うから、だからまあこれ10連できておごってくれるような接待をするのは当たり前っていう私のこのイカれた考えはどう？来ない。あなたはいいね。なんかさ、あれだよね、増加とかあるじゃん。あのやつはさ結構風邪やすいんじゃない？増加とか。待って、100連の匂い、ドスキベクローバー、100連の匂いがするな。でも来るんだよね、もう少しで。なんだっけ、玉足ナムイナだっけ。玉足ナムイナね、なんかアリアブナリアと似てるよね、雰囲気が。あ、びゃ、アリムだ、いっぱい来るね、推しが。いいね、やっぱ推しイベント、推しだけのイベントとかやってほしいよね。一回でいいから、人生に。なんかさ、例えば、カリムが家から出て、シルバーが待ってて、で、そのシルバーは実は、魔女で、で、カリムをさらっちゃったと。で、そのカリムは対抗してシルバーと喧嘩になっちゃうんだけど、リリアが止めに来るみたいな、なんかそういうイベントもあってもいいんじゃない？え、マジ100連じゃん、これ絶対100連じゃん。え、接待はどうした？接待ムーブはうまいんじゃないの、そういうの。なんでいつもこう、いつもじゃないな、セブクルさん、いつもこうじゃん。だって普段から、これ日頃の行いってやつかな、やっぱり。日頃の行いってさ、なんかあれだよね、言い方嫌だよね。いつも悪いことしてるみたいなね。私初対面の人に言われたことないけど、初対面の人が言ってきたら間違いなく顔にアンパンチいくね。何を知ってるの私のってなるね。100年です。ねえ、こんな時期に100年させられるのもどうなの、これ。こういうタイミングで出るんだよね、90連の。なんかあれだよね、スシロー今なんかすっごい大変なことになってるよね。なんかね、株価がすごい大暴落しちゃったみたいな、そういう話聞いたね。やっぱあんのかな、そういうの。大変だよね。うん、だからみんな絶対やっちゃいけないよ、そういうのは。バイトテロとかね。今日はケイ君のためのアニバーサリー、みんなで思いっきり楽しもうね。はーい、来た。いいね、花粉症大サービスみたいな感じだね。じゃーん、これ来たら超できる魔法師って感じでしょ。今日はエリート気分で過ごそうかな。あー、できる男、できよできよだとなんか語弊生まれそう。ハッピーバースデー。なんか新情報聞けるかな。お姉ちゃん情報とか欲しいよね、たまには。4人だっけ、お姉ちゃん何人だっけ。そろそろインタビューの時間だ。最後にもう一回帽子の角度を整えて、よし、オッケー。そして私がその帽子をまた反対方向に叩く。ペシーン、決まった。ダンクシュート1点。確かプレゼンターは魔法のペンデュラムで選ばれるんだっけ。今年は誰が来るのかな。誰だろうね。来た。やっほー、花大くん、誕生日おめでとう。フットワーク軽うわ。いきなり入ってきたからびっくりしたよ。もしかしてフロイド君がプレゼンター？あ、確かにコン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 がないよね。あれだよ、これエルサが中に入ってたら氷漬けにされてたね。さあさあ、じゃあインタビュー始めんね。そうそう、急だね。でもオッケー、どんな質問でもバッチリ答えちゃうから。いやー、フロイドとさ一緒にいると楽しそうだけど、なんか自分のさ流れを壊されて体調崩しそう。最初の質問は、飛行術でどこまでも行けるとしたらどこへ行きたいですか。これカリムもありそうだよね、ちょっと体調崩しそうみたいな。いると楽しいけども、なんかそういう方いるよね、たまに。そういう人なんか一緒にいると楽しいんだけど、でもその代償にちょっと遊び終わった後に自分の体型が3キロ痩せてるみたいな。魔力量は考えなくていいってさ。魔力量、飛行術を使ってか。あ、それなら最近マジカメで話題の滝を見に行きたい。ミシシッピ川？高い位置から落ちた水が途中で霧になって、太陽の光を受けると綺麗な虹がかかるんだけど。あ、いいじゃん。え、それさ、プロレスラーでもできるよね、毒斬りっていうのをやれば虹かかるんじゃない。運がいいと
虹が何重にもかかって見えるのがすごく可愛いんだよ。何重にもかかるの嫌だな。綺麗な一つの虹にしてほしいな。ちょっと見にくくない？この滝のハッシュタグをチェックすると数万いいねがついてる投稿がたくさんあってさ。うわ、いいね目的だったんだね。俺も写真や動画を投稿すれば大バズりすること間違いなし。ああ、もう本当に基準が SNS なんだ。大変だね、インフルエンサーは。でも他のやつも同じことしてんでしょ。今さら真似したところで話題になんなくね。それはね、確かに鋭いね、フロイド君。もちろんそのあたりもちゃんと考えてるよ。なんか加工すんのかな。もう時空が曲がっちゃうみたいな、まあ、ありえないギラテナが出たみたいな、そういう時空の曲がり方する。そもそも今話した滝がバズってるのは徒歩じゃ絶対に行けないからなんだ。え、どうやって行ってんのその人。天界から来てんのかな。豪華なツアーを予約して遊覧ヘリコプターに乗った人だけが撮影できるスポットなんだけど。へえ。ヘリの飛行コースは決まってるし近づくにも限界があるから構図も似たり寄ったりになるんだよね。トム・クルーズなら絶対に行くじゃん。ミッションインポッシブルで。でもほうきならヘリと違って小回りが効くから好きなコースで飛べるでしょ。確かにね。ああ、なるほど。他の連中とは違う構図の写真を撮りまくれるってわけね。賢いな。いいのそれは。飛行運転ってないのそういう法律。飛行中にスマホをいじっちゃいけませんみたいなあるじゃん。運転中にね、携帯を触っちゃいけないとかは。そういうこと。ほうきなら滝の裏とか滝壺にも行けちゃいそうだし。へえ、かまど炭治郎の技じゃん。滝裏滝壺。ヘリでは入れない場所とか、ほうきで虹の下をくぐり抜ける様子とかを動画で撮影したら絶対バズるはず。なるほどね。でもさ、それ疑似体験できるのあるよね。カメラを下に構えてで水道を出すんだよね。それでまあ光を当てて疑似的な滝を作るみたいな、そういうのできそう。なんかそっちの方が面白そうだよね。へえ、写真撮るためにそんな細けいことまで考えてんだね。大変だね。常に映えスポットはリサーチしてるからね。前からこういう動画撮ってみたいってプランはあるよ。あ、でさ、もうこの話はいいんだけど、あれはお姉ちゃん情報は。とはいえなかなか実行には移せないんだけどね。実際に行く頃にはとっくにブーム終わってそう。え、でもブーム終わったものもさ、たまにバズることあるよね。たまにだけど。ブームが終わって閑散としてる方が写真を撮るにはいいんじゃねえの。確かに。やっぱマジカメグラマーとしてはバズりたいからさ。みんなが飽きちゃった後じゃ意味ないっていうか。ああ、今タピオカの写真撮っても多分誰も見向きしないよね。はあ、バズるのが目的なら場所はどこでもいいわけね。なんか不純だよね、ケイト。そういうのやめといた方がいいよ。ちゃんとその土地を愛して、その土地の地面を踏みしめて、その土地の人を愛してマジカメを撮る、それこそが真のマジカメグラマーだと思うね、私は。それなら今度サンゴの海に連れてってあげよっか。陸の奴らが知らない穴場スポットに案内してあげる。あ、いいじゃん、写真のために行こう。それって超レアじゃん。連れてってよフロイド君。サンゴの海私見たいんだよね。パパイヤ鈴木とかいないかな。決まりね。絶対楽しめると思うよ。え、サンゴの海イベントやってほしいな。フロイドって来たっけ。なんかね、ツイッターで見たんだけど、もしかしたら故郷イベントって一人一回カード化されるんじゃないかみたいのがあったの。フロイドがサンゴの海イベントで SSR になる可能性あるよね。ジェイドはね、もう来たからないのかな。でもジェイドはあれでなんか特別枠で行きそうな気もするけど。あ、そうだ、言い忘れてたけど、道中でサメが襲ってくるかも。ああ、なんかあれだよね、サンゴの海でオクタビネルに殴り合いしててほしいよね。でもまあ無事にたどり着ければバズれるんだからいいよね。ああ、サメ？もしかして船に乗っていくんじゃなくて水中を泳いでいく感じ。おお、上手ですね。上手だけにって。ああ、やっぱやめとくわ。スマホ壊れちゃいそうだし。なんで防水型でいいじゃん。もうあるよ、落下耐久とかそういうスマホケース。引いてるじゃん、自分の故郷の話。
行ってさ、惹かれる人の気持ち考えたことある？それじゃあ次の質問行こっか。うん。得意な授業は何ですか？確かに。得意な授業か。先生術の成績はそこそこかな。うん、でもケイトは別にできないイメージはないしな。なんかなんとなくもう流れでスラスラってやっちゃうイメージあるね。先生術なんてわけわかんねえ授業の筆頭じゃん。先生術？星で占うの？確かに先生術はちょっと複雑なところが多いよね。名前こそ占いってあるけど、あ、先生術って私わかんないんだけど、何先生術？星の位置とその時の昔の出来事から今後何が起こるか予測しようってパターンも多いし。ああ、星の位置で？うーわー、そんなの迷信だって言ったらぶん殴られそうだね、先生術の先生に。あれ、ちまちま計算すんのめんどくさいんだよな。それって占いじゃなく統計じゃねって思うんだけど。確かにね。あれ、まあ、K 君的には別に占いでいいんじゃないかなって思うけど。はっきりしねえな。なんで先生術が得意になったわけ？なんでだろう。雑誌の星座占いコーナーとかよく見てたからかな。ああ、占い好きそうだね、確かに。いつも朝テレビをつけてから出勤しそうだもん、ケイトは。あのページ読むやつってマジでいるんだ。俺いつも飛ばしてたわ。今日の1位の星座はドルルルダン、タヌキ座です。当たるかどうかはともかく、意外と面白いこと書いてるよ。話のきっかけにはなるし。娯楽じゃん。占いが話のきっかけ、雑談のネタにするってこと？広がらなくない？別にその話。そうそう、初対面の相手って性格も趣味も分かんないから何話していいか迷うじゃん。でも、うん、この雑誌に載ってる星占い面白いんだよ。君の誕生日はいつ？って質問すれば全部解決。初対面で誕生日聞くの結構なハードルじゃない？俺と誕生日近いじゃん。とかラッキーアイテムは紅茶だって。え？君はコーヒー派なの？とか。へえ。とっかかりさえ作れたらそこから話を広げて仲良くなれちゃうってわけ。なるほどね。そういうもん？俺ならまず、うん、はなんでお前に教えなきゃいけないの？って言うけどね。まあまあいるよね、正直そっち派の人も。うん、だって初対面に誕生日教えてって言われたらちょっとうーんって思う気持ちもわかるし、でも話を作るために盛り上げてくれる気持ちもわかるから、まあどっちの気持ちもわからんでもない。それは最初から会話する気がなさすぎじゃない？そういうタイプの人が相手だったら別の歩み寄り方をするかな。うん、占いはあくまでたくさんあるコミュニケーション方法の一つって感じ。ケイトってめちゃめちゃ人間関係に気使ってるよね。なんか疲れそうだね、ケイト。人生疲れてそう。はあ、なんかめんどくさそう。わざわざ相手に合わせんのとか俺無理。だろうね。こういうのは人それぞれだろうし、あくまで俺はそうするって話。さすが軽音部の常識人枠だね、唯一の。でもせっかく教えてもらったし、ちょっと試してみよっかな。お、早速実践？いいねいいね。なんか俺に質問してみて。ちょっとこの二人って面白いんだけど。え、ちょっとこの二人のコンビ好きかも、割と。なんか花大くんって誕生日いつ？きたー、即殴りね。今日だよ。フロイドくん、俺の誕生日インタビューのプレゼンターだよね。あ、そういうこと？マジで使えるじゃん。じゃ次の質問に行くね。誕生日、誕生日って聞くの？名前を教えた直後にお前だねって言われるぐらい愉快だね。終わった。なるほどね。シルバーの相手誰だろう。カリム誰だろうな。ハートレベル。最後の質問です。おい、これからの1年でやりたいことは？やりたいことか。行ってみたい場所も試したいこともいろいろあるけど、うん、これからの1年ってなると、あ、そうだ、
いろんな髪型に挑戦するでいこうかな。もうやってるじゃん。だってケイト、なんかさ、あれだよね、クラブウェアだとセンター分けにしてたし、マイキー分けにしてたし、あとなんだっけ、他にもやってたよね、いろいろ縛ってたりしなかったっけ。普段から前髪を下ろしたりポンパドールにしたり、多少のアレンジはしてるけど。いいよね、髪が長い人ってアレンジ効くから。カリムなんて全部同じだよ。イメージがガラッと変わるようなヘアスタイルはやってこなかったんだよね。誕生日っていい区切りだし、これを機にいろいろ試してみようかなって。なるほどね。へえ、結構おしゃれな人多いね、ツイステ。もしかしたらこれまでノーマークだった髪型が似合っちゃうかもしれないし。あー、どうする。じゃあエグザイルアツシ風味でいく。なんかバッテン入れよう、坊主にして、そのつむじあたりに。へえ、面白そうじゃん。んで具体的にはどんな髪型をイメージしてるわけ。うん、松山千春とか。今の髪の長さでもオールバックならできるかな。トップじゃなくて横に流す感じも良さそう。オールバック、大胆なことするね。オールバックって本当に顔整ってる人じゃなきゃ厳しいイメージあるね。まあ、ケイトはいけるだろうけど、オールバックって勇気いらない。結構それか、美容院でウルフカットをリクエストするとか。ワイルドなケイ君になれちゃうかも。なるほどね。それって今とあんまり変わんなくね。ウルフカットね。挑戦っていうなら、一思いにバッサリやってツーブロックにしてみたら。あ、ちょ待って、え、ケイトって今オールバック、え私ケイトの髪に着目したことないから、え、気づかなかったんだけど、ケイトってオールバックなの。え、本当に。襟付きのシャツにカッチリめのジャケット合わせて、革靴を履いたコーデとかイメージ変わりそうだけど。ツーブロか、似合うかな。ケイト結構上品な顔してるから、なんかツーブロあんま似合わなさそうなイメージあるな。おー、確かに普段の服装ありきで髪型考えてたかも。フロイド君のアイデア試してみたいな。うん、ツーブロやりたいんだ。ファッションの系統ごと変えるなら、はい、あ、髪を伸ばすのもいいかも。ウィッグをつけるって手もあるね。うん、K4 部のライブの時にパンクな衣装でステージに立ったら、あれ誰って盛り上がりそう。確かに。ケイとさ、あの二人に比べるとやっぱりインパクトが薄いっていうかさ、常識人だからさ、やっぱりその辺もね、ルックスとかで対抗していくっていう、そういう意識はあんのかな。いいじゃん、トゲトゲのスタッツがびっしりついてる真っ黒なブーツとか履いちゃってさ。あ、いいじゃん、それでこういうんでしょ、笑いは腹地よ。あ、普段なら絶対に選ばないタイプのアイテムだよ。どうせなら髪型もトゲトゲにすれば。ザラキケンパチ。え、トゲトゲ、ワックスでガチガチに固めてハリセンボンみたいにしたら面白そうじゃん。あ、いいね。あ、君今日王冠っぽいねみたいな言われるね。いいね、君がキングだって、キングっていうニックネームつけよう。やってみてよ、花大くん。挑戦とか冒険って観点では名案かも。いいじゃん、海賊になれよ。終わった、インタビュー終了。はい、これどうぞ。優雅な時間だったの、楽しめたの。お、これが俺のほうき。ポップなビタミンカラーがすっごい可愛いね。全てのビタミンをかき集めた、いや、むしろ摂取してる、そういう花のカラーだね。派手めなブーケが服によく映えてんね。まさに花大くんって感じね。カラーリングがエナジードリンクだよね。じゃあバースデーロードに行ってらっしゃい。そのほうきでつまんねえパフォーマンスはなしだかんね。圧かけてくるな。ハードル上げるな。でも任せて、みんなが上がるテクニックを披露しちゃうから。行ってきます。え、どう来るかな。私予想していい？あ、一つ思いついた。派手なパフォーマンスでしょ、あのほうきを立ててこのつま先に乗る、これじゃない？かっこよくない？それやってる人いないでしょ。ほうきの向きは、うん、これでバッチリ。あ、ちょ待って、サムネ撮ります。さて、みんなにいいとこ見せないとね。今ウインクした？
いいのにそんな私に見せてくれなくても。はい、系統推しの方どうぞ。おお、ダイヤモンドしてるわ。やっぱり愉快だね。うん、来た。いいな、軽音部みんないいじゃん。グルービー、うわ、魔女の宅急便の30年後みたいな、そういう醸し出し方をしてるよね。